リミット 62.5kg、 ライト級の3分3ラウンド制です。さあ金子大輝改め南雲大輝立ちはだかるがゴンナパーウィラサクレック。関根さん、はい、どんなふうにこの戦いは楽しみにしてますか。やっぱりゴンナパーはねオーラありますよね、うん、強豪ですから、まあ、南雲がねどこまでこの K1 のこの、その戦いにね、ええ、アジャストできてきたのかっていうのがちょっと見ものですね。そうですね。さあご覧のようにお互い右足前のサウスポーの構えです。そして青いグローブの南雲大輝は、まあ、金子大輝から今日から名前を改めての戦い、今日は27歳の誕生日でもあります。左のストレート、左ハイキック、遠い前の左ロー、しっかり南雲はゴンナパーの蹴りをカットしてますね。そうですか。おお左出たきた、あの左結構、うん、当たったら効きますね。そうですか、当たれば、あなるほど、出られるかどうかということは、そうそう、早いラウンドも一つ注目でしょうね。そうですね、はい、南雲が勝つんであれば。なるほど、相手に情報を与える前に左フックは空を切りました。ミャンマーの国技ラウェイで日本人初めて頂点に立ったのが青いグローブ南雲大輝です。そしてムエタイ戦士、ムエタイ大魔神と呼ばれる右のフック放ったゴンナパー、第4代 K1 ライト級王者として最初の戦いです。結構ゴンナパープレッシャーかけられてますね、うん、南雲プレッシャーかけてますよ。そうですか。南雲体強いですね。見えた、右フックでしたね。来ましたね、はい、右のフック一瞬腰が沈んだゴンナパー、分からないぞ南雲大輝、左ハイキック。このムエタイスタイルと南雲相性いいですね。なるほど、はい、これ異種格闘技戦、そんな見方もされていました。まあ隣国ではありますがムエタイ対そのラウェイです、うん、関根さんちょっと面白くなってきましたよ。そうですね、この右のフックストレートお互い入れたか。なんかミドルキックの選手に対しては得意なんじゃないですか。あそうですか。逆にパンチャーは苦手で。あなるほど、バックハンドブロー、まあ、ここまで K1 グループでの戦いは4戦まだ勝ちがありません南雲大輝。ここでゴンナパーに勝ったらバンクルアですよ、ね、本当にそうですね。右に飛び込んで面白い右のフックです。ほらストレート当たってますよ。当たってますよね。当たってますよ。臆してないですよね、はい、インドを返してきたゴンナパー。関根さん、やっぱりこのラウンド面白いですね。1ラウンド目すごいですね。やっぱパワーがあるんですよね。パワーで押されてないんですよね。なるほど。で新しく身につけている発光流柔術、これも一つふわっと右を一つ返してきたゴンナパー。ゴンナパーパワーありますからね。ゴンナパーこの前足のミドルいいですよ。うん、5つ前左ミドルなんですけど、ね、あそうですね、はい、なんか今サウスポーだからちょっともう早くも南雲の左顔面のあたりが赤くなってきています。そうですね、右フックでしたね最初の。しかし距離は近いぞ。さあ残りが20秒、第1ラウンドです。インドを2つ、相手の目を見ながら南雲、この前足の蹴りです。ローキック2つ出してきた南雲大輝、もう1つ今度はハイキックにつなげました。飛び込んで平徳的な左、簡単狙ったセルフック。さあもう攻撃級のディフェンス1のゴンナパーですから。そうですね、とにかく打つっていうことで。確かにね。でもこれ正人さん、1ラウンド南雲ちょっと見どころありましたね。良、ね、かったですよね、これね、これラウンド取ったんじゃないですかね。そうですね、ちょっとダウン気味っぽい。確かに膝落ちましたよね。落ちましたね。ロープなければダウンしたかもですよね。これ。うん。そうですね。ちょっと硬い拳なんでしょうね。一発一発こう重い。これ正人さんおっしゃってたのが面白いのは、このパンチャーよりも蹴りの選手の方が戦いやすいんじゃないかって。南雲が。逆にパンチの選手は苦手なんじゃないかなっていう。まあ、あそっちの方ね。まあ、こういう戦いであればこうハマればやりやすいんじゃないですかね。交流柔術というものを今身につけています。日本古来の伝統とこう術理を今に伝える競技武道とはこう椅子を隠す保身と自己完成のスポーツだそうです。スポーツでごめんなさい、武道だそうです。右のフック、ちょっとゴンナッパーがやりにくそうだもんな。うわパンチ交錯しますね。蹴りに対してパンチ、あとやっぱきっとゴンナッパー、おーまた右だ。これはダウンではないか。いや関根さん分からないですよ。いやこれね
いいですよ、臆してないもんね、うん、確かに。あときっとゴンナパンの蹴りをあの膝でひあのカットするんで、はい、いいんでしょうね。次に移りやすい。そうなんですね。右のフック、ゴンナパン。なるほど、入れ替わります。ナグモ、ゴンナパンなかなかリズム作れずにいます。お前の方が体が強い。今セコンドからそんな声がありました。ナグモに対して左フック、分からないぞこれ。飛び込んで右膝、うわっとお互い入れた。右左ハイキック、ゴンナパンストレート、左ついてきた。前蹴りはナグモ、今度前出てきましたね。やっぱりゴンナパン、どうパンチ当たるぞっていう感じしたんじゃないですかね。これだ、そしてなんとか防いだ。ナグモ右のパンチ入ってくるところでした。右を差しながら行って声を出しながら、バーもらった。右右のストレート効きました。後ろに下がったナグモ、左も入った。ゴンナパーの左、ゴンナパーボディもある。あのあー効いた、ボディだ、ボディ効いた。うわ、表情は変わらないが効いているはず。ボディ立てるか、いたー、レフリー止めました。関根さん、最後ボディで沈めました。ボディの後のパンチでしょ。あですか、ね、だからダブルですからね、両方効きましたよね。ボディが効いてパンチがまた食らっちゃったから。でも、マサトさん、これ効けると見たらもう一気に高みが出ましたね。こう自分の入る攻撃が分かったらもうそれでこう行きますよ ね、 ですね。やっぱパワーすごいな。でも一番ちょっとヒヤッとしましたけどね、はい、そうですね。これ関根さん、南雲でもどう見ましたか、改めて。 でも南雲の1ラウンド良かったですよね。そうですよね。あ、これその今のラウンド、ボディの後の左ストレート顔面にね。両方効いてるんですよね、これ、うん、その前のボディは打たないですかね、映像は。それからこのパンチにつなげました。この VTR がもうちょっと前からやっていただくと、そうですね、ボディが見えるんですかね、はい。まあ、とはいえ、マサトさん、ここまでもね、ゴンナパーがその平本だったり篠原に、負けたっていうちょっとショック、衝撃的なこともありましたから、まあ、やっぱりゴンナパーはこう攻撃力はものすごい強いですけど、はい、ちょっとディフェンスに脆いと穴があるんで、そこを突かれるとっていうことですよね。まあ、思い切りが良すぎるんですよね。そうですね、攻撃するからこそ生まれる隙に合わせられる。そして、ケイオシンスターの選手は、エゴシンスターという話をしたい。さあ関根さん、当然このライト級防衛戦が今年あるはずですからね。はい、そうですね、いや誰が挑戦するんですかね。そうですね、まあ、前王者林を下して第4代の王者になったのがこのゴンナパー・ウィラサクレックです。まあ、今日は篠原選手を下した西京優馬選手も11試合目ですかね。そうですね、ナグモは結構足に来てますね。そうですか、ね、本当ですね。今自力でこう降りられないナグモ選手も我々の放送席の前にいます。あれだけ聞いたということです。さあマイクがあります。スワディハผมก็มาวิรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับผมวันนี้ก็ดีใจครับทำหน้าที่ได้สำเร็จครับผมเพิ่งกลับมาจากบ้านด้วยครับก็ร่างกายก็เริ่มขยับครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีที่กว่านี้ครับผมให้ขอบคุณมากครับこんにちは、ゴンナパー・ウィラサクレック組です、今日は自分の仕事が果たせてとても嬉しく思ってます、お正月にタイに帰りまして戻ってきて徐々に体を作り上げてきました、今日は本当に自分の義務が果たせてよかったです。ありがとうございます。ครับก็ไฟหน้าก็ฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับผม次の試合も絶対にいい試合をするつもりですので皆さんぜひ僕に注目しててください。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
さあ関根さん、そういう意味ではでもこう倒しに来るチャンピオンですから K-1 らしいですよね。いやコンナパの試合面白いですよね。いや本当に、ね、いい選手ですよね、はい。さあコンナパ、皆さんクレック2ラウンドで KO 勝利となりました。お